皆さんこんにちは。11月18日水曜日、時刻は正午を回りました。 FM ルマ情報局のお時間です。この番組は毎週月曜日から金曜日、お昼12時から12時55分まで FM うるま、周波数 FM86.8MHz にてうるま市石川赤崎スタジオから生放送でお届けをしております。本日の担当は局長の伊波香織です。この番組は皆さんの地域にある身近な情報を発信する地域密着型ラジオ番組です。うるま市内はもちろん、金町、宜野座村、恩納村などを中心に幅広い情報やお天気、消防、警察、うるま市役所のコーナーなどお届けいたします。番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは868@fm-urma.com、ファクシミリは098-965-4868、件名に FM うるま情報局と書いてお送りください。またインターネットにて FM うるまのスタッフブログも更新中です。動画も配信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは FM うるま情報局スタートです。まずはお天気予報をお伝えいたします。はい、本日も晴れ間が広がっておりますけれども、沖縄本島地方、本日は南の風のち西の風晴れ、夜は曇り、波の高さは 1.5メートル、降水確率は 20%、 日中の最高気温は30度でしょう。明日の沖縄本島中南部北部のお天気は北の風晴れ、明け方まで曇り、波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率は午前6時まで 20%、 それ以降は 10% の予報です。明日朝の最低気温、那覇は23度、名護は22度、日中の最高気温はともに27度でしょう。沖縄地方では高気圧に覆われて晴れており、本島地方は湿った空気の影響で所々でにわか雨となっています。また明日は高気圧に覆われて、沖縄本島地方はおおむね晴れる見込みで、ところによりにわか雨があるでしょう。与那国島地方は気圧の谷の影響で曇る見込みです。沖縄地方の沿岸の海域は波がやや高いでしょう。また本日は高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。お天気情報をお伝えいたしました。それでは毎週水曜日はこのコーナーです。毎週水曜日はうるま警察署ポリスステーションうるまのコーナーです。本日はうるま警察署から交通課企画規制係の内間さんにお越しいただいております。内間さん、はい、こんにちは。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はお一人ですね。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまずはじめにですね、はい、いつも生活安全課の荒垣さんが行っておりますうるま警察署管内での事件事故情報をお伝えいただけますか。はい、わかりました。この1週間ですね、はい、11月9日から、15日の間の、はい、週間の、事件事故の発生状況について、お知らせいたします。はい、まず、窃盗とかですね、うん、発生が、12件発生してます。はい、その中で、空き巣狙い、出店荒らし、うん、これが2件ですね。はい、そして、車上狙い、うん、そして万引き、うん、自転車等、オートバイ等、はい、というのが発生してます。これまだあれですか、試乗されてないものっていうのが多いんでしょうか。そうですね、うん、やっぱりこの車上狙いとかですね、自転車と、はい、あるいはオートバイ等ですね、うん、いずれも施錠されてないということで、はい、まあ、毎回この番組でも、うん、注意喚起してるんですけど、うん、そういった施錠、なしでですね、うん、被害に遭っているというのが状況ですね。はい、
本当にね、最近はキーレスというものでね、車のドアがねちょっと触っただけで開いてしまうという可能性もありますので、そうですね、はい、まずはねドアロックしたら必ず確認するということと、はい、あんまりねキーロックかけた後にポケットに鍵とか入れてるとね、うんうんうんはい、ちょっとお尻で触ってしまったりすることもありますのでご注意ください、はい、また自転車などはツーロックね、そうですね、はい、固定物に、はい、ロックをしていただくのと、またタイヤを止めていただくという ね、ツーロックぜひお願いいたします、はい、特に車上を狙いになるとですね、うん、車内にバッグとかですね、はい、財布を置いてるとですね、はい、やっぱり外から目につくもんで、うん、多分貴重品があるだろうなということでですね、はい、犯行に遭いやすいですので、うん、貴重品は車内には置かないということを心がけてもらいたいと思います、はい、そうですね、ちょっとっていうねこの気の緩みが ね、 そうですね、パッと通った方がね、うん、あ、カバンがあるなっていうことでちょっとね、はい、手を出してしまうということもあるかもしれません、そうですね、貴重品はね、うん、はい、肌身離さず持っていただきたいと思います、 そうですね、はい、それでお願いします、はい、お願いいたします、次にですね、はい、11月中はですね児童虐待防止推進月間ということで、はい、うん、児童虐待そういった、のがもし、近所隣近所にあったらですね、はい、おかしいなと思ったらすごい、うん、遠慮なくですね、はい、電話をお願いしたいと思います、はい、この連絡先がですね、はい、0570-064-000、繰り返します、はい、0570-064-000、はい、もし、こういった、おかしいなと思ったらですね、うん、ためらわずにですね、通報の方をお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。こういったものもねやっぱり近隣の皆さんからの情報で早めに、ね、発見されたりですとか、うん、お子様たちがね被害がそれほど大きくない場合に、うん、ね、見つかるっていうことも、ね、はい、ありますので、ぜひ皆様ちょっとねおかしいなとかもしかしてと思われたら、うん、そうですね、はい、ぜひご連絡をお願いいたします、はい、もちろん、連絡はですね、うん、匿名とか、はい、そういったもうプライバシーに関しては、うん、十分秘密は守れますので、はい、ぜひ、もしおかしければですね、うん、連絡をいただきたいと思います、はい、本当に11月だけと言わずですね、そうですね、もう本当に皆さんからね周りの方々に目を向けていただきたいなと思いますね、はい、お願いします、お願いいたします、そして、最後にですね、はい、11月の12日から、うん、25日の2週間は、はい、女性に対する暴力をなくす運動という、うん、習慣になってまして、はい、これもやっぱり特に女性の対するですね、うん、暴力、あるいはストーカー、はい、そういった DV 事案ですね、そういったのも、やっぱり、大きな問題ですので、はい、そういった、習慣でまたこういった防止をしていこうということになっていますので、またその辺もよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。結構まあ、体に見える身体的な、ね、暴力だと周りの方も見えると思うんですけれども、うん、まあ、精神的なものっていうものも ね、あると思います。もしかしてこの人以前まではすごく明るかったのに、うん、最近ちょっと、うん、目が伏し目がちだったり、うん、最近外に出てないなとかっていうね、ちょっとおかしいなと思われたら、その方にお声かけいただいたりですね、また最寄りの警察ですとかいろんな方々にね情報提供していただきまして、うん、被害がね少しでも防げるような形でね、でね、はい、協力していければなと思っておりますので、はい、今おっしゃったようにですね、うん、この、まあ、身体的な暴力に限らずですね、うん、やっぱり暴言とかですね、はい、そういったのも一つの、対象に行為に当たりますのでね、うん、これ怖いのが、うん、ずっと言われてると女性の側はもう自分が悪いんだということ で、うん、でね、おかしいと思わないそうなんですね、うん、なんか暴力を受けてるというふうに思わないということが徐々に徐々に積み重なっていくそうですので、うん、周りの方がやっぱり ね、はい、おかしいんじゃないということで手を差し伸べていただきたいなと思います、はいはい、そういったもしあればですね、うん、またそういった、相談機関がありますのでね、はい、そういったのもご利用していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、続きまして、はい、最近ちょっとね交通事故が相次いでいるということで、高齢者の高齢者の交通事故防止ということで、はい、今日の朝刊にですね、はい、交通事故防止、緊急アピールというのが、うん、
宣言されております、はい、これはですね、この11月13日から16日の4日間のうちにですね、はい、高齢者、65歳以上のですね、高齢者が関係する事故が3件発生しているという、うん、3件とも死亡事故ですね。うーん、まず、1件目がですね、これが、これ単独事故なんですけど、はい、72歳の、女性が運転する車がですね、うん、ブロック塀に衝突して亡くなるという事故ですね。そして、2件目が、これも69歳の女性の運転する車がですね、はい、交差点で出会い頭で、バイクと衝突して、はい、バイクの男性が亡くなるという事故がありました、はい、そして3件目がですね、77歳の、女性の運転する車がですね、路上に立っている男性をはねて、亡くなるという、いずれもですね、この3件の事故に関してはですね、この当事者である運転手がですね、はい、逮捕されているという状況ですね。これやっぱり運転する側も気をつけてはいるとは思うんですけれども、ね、先ほどのその出会い頭だったり、また、はい、歩行する方っていうのもね、私たち車からは見えていても、はい、あちらがね急に飛び出してくるかどうかっていうのはね、はい、実は分かりにくいので、だろう運転はやめましょうっていうのと同じで、ね、はいはい、本当に飛び出してくるのではないかっていうように逆に、ね、疑っていかないといけないですよね、はい。じゃあこの、事故にあたってですね、私からですね、はい、皆さんにですね、はい、質問します、はい、去年1年中ですね、全国で、はい、死亡事故で、はい、に、亡くなられた方、うん、何名いると思いますか。全国で、全国で、全国で数千あるいは万、どちらでしょうか。数千、はい、去年全国でですね、はい、約4100名の方が4100名もいらっしゃるんですね。でこのうちの半数、はい、2100名がですね高齢者なんですね。はい、いずれも、まあ、昼夜比べると昼の方が多いんですけど、やっぱり横断中歩行中の事故が、大多数を占めているという状況ですね。はい、昼間の方が、そうですね、多いんですね。ちょっとびっくりしました。全国でも行っても900とかかなと思ってたんですが、ですね、4000超えてるんですね。これも、以前と比べるとですね、うん、半数以下にはなってはいるんですけどね、はい、その前なんかいや1万越したりですね、そういったのがあったんですけど、だいぶもう半数以下に減ってきてはいるんですけど、はい、やっぱり高齢者の割合が高いということですね。ですね、私たちも運転している側なので、すごくびっくりすること、ヒヤッとすることはたまにあるんですね。やっぱり私たちがブレーキに足をかけていて、ブレーキを踏んだから事故には至らなかったけれども、はいはい、やっぱり車間距離取らなきゃなっていうものですとか、歩行者は急に飛び出してくるんじゃないかと思いながら運転しないといけないっていうのは本当にね、身に染めて私も感じているんですけれども、この事故というのが昼間と夜で、昼間が多いというのがちょっとねびっくりしますね。まあ、歩行中も含めてですね、自転車乗車中、まあ、これは他府県の方ですけどね、はい、こういった自転車利用者が多いもんで、はい、それも案外多い方ですね。そうですね。あと自動車を運転している人からバイクだったり自転車が見えにくいっていうふうに、そうですね、ものもあるんですけども、はい、バイクの運転手の方もやっぱりね、急に車間距離を取ってるけど、その車間距離を取ってるところに車が入ってくるから怖いっていう、そうですね、お互いね、はいはいはい、ちょっとね怖いなと思うところがあると思うんですけれども、はい、これがですね、運転されてる方がまた高齢者になりますと、動きがゆっくりだったりとか、ね、判断力が少し、はいはい、若い方よりも鈍ったりっていうこともあると思いますので、いつも以上にやっぱりマークがあるとね、車に貼られていると分かりやすいんですけれども、ねはい、通常以上に車間距離を空けたりですとか、ね、もしかしたら曲がってくるんじゃないかなということで気をつけてほしいですね。やっぱり高齢者の場合はですね、やっぱり、高齢になるにしてかって、もう身体能力が落ちるのはこれもどうしようもないことなんですね。ですので、車を運転する場合はですね、はい、もうしっかりと前をよく見て運転するという、うん、はい、そして、自分の体調管理ですね、体調が悪い時には運転を控えると、はい、そして、今、全国の高齢者の死者を言いましたけど、
外出する場合ですね、もう この番組でも何回か言ってるんですけど、はい、まあ夕暮れ時ですね、うん、そういった外出する場合は反射材とか、はい、あるいは、明るい色の服をつけると、うん、白っぽい服ですね、はい、相手のドライバーに自分の位置を知らせると、そういった意味でですね、うん、反射材とか、明るい色の服をつけて外出すると、そういったのも、注意していただきたいと思います。そうですね、車を運転してる時だけではありません、うん、歩いてる時、うん、自転車に乗ってる時、うん、いろいろね事故に遭うことはあるかもしれません、はい、なのでね、その遭う確率を減らすためにも、その反射材だったりとか、ね、自分ここにいますよっていうアピールをしていただきたいですね、はいはいはい、またやっぱりね、信号までちょっと距離が長いからといって、うん、道路を横切るわけではなくて、ね、ちゃんとね、横断歩道を利用するということもお願いいたします。そうですね、これからですね、うん、また、年末にかけてですね、うん、もう慌ただしくなりますので、はい、ぜひそういった運転する方、歩行する方も十分、はい、事故に注意してもらいたいと思います。本当ですね、うん、これから年の瀬12月、そしてまた新年1月と、ね、はい、進んでいくので、まあ、たくさんの、ね、イベントもありますし、そうですね、ちょっと忙しく動く時期にもなってきますけれども、ね、やっぱり運転するときは一呼吸置いて、そうですね、はい、ゆとり余裕を持った運転をお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、本当に皆さんの心がけ一つで減らせるものだと思いますので、はいはい、安全運転、そして心のゆとりを持ってお願いしたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、それでは内村さん、ラジオを聞いている皆さんにですね、メッセージお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、これからですね、やっぱり、年末にかけて、うん、忘年会、うん、そういったのが増えてきます、はい、ドライバーの方は飲酒運転はもちろん、はい、そして、飲酒の場合はもう代行タクシーを利用すると、はい、そして、歩行者の方もですね、外出する機会が増えると思いますので、うん、ぜひ車に十分注意してですね、横断歩道を利用するということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、本当にね、冬になってきますとブーツだったりコートだったりいろいろと着てきますけれども、それがやっぱり黒いものとかが多くなりますからね、はい、ぜひとも明るい道を歩くですとか、はい、そういった反射材をつけるとか、そうですね、はい、歩行者、はい、そして運転手の側も両方ともお互いに気をつけていただきたいなと思います。私も気をつけますので、はい、皆さんも一緒によろしくお願いいたします。今日は売間警察署交通課企画規制係、内間さんにお話を伺いました。内間さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けいたします。ジママのナンバーから大丈夫お届けいたします。
FM うるま情報局、この番組は FM うるまの提供でお送りしております。先ほどは毎週水曜日のコーナー、ポリスステーションうるまのコーナーで、本日はうるま警察署から交通課企画規制係の内間さんにお話を伺いました。内間さん、どうもありがとうございました。それではここからはゲストが来てくださってありますので、まずは自己紹介をお願いいたします。それでは宮城さんから。はい、はい、沖縄唯舞踊の宮城清です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてお隣、長濱由紀子です。長濱さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、差田茂子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。石川恵子です。よろしくお願いします。伊波美佐子です。よろしくお願いします。今日は5名の皆さんがこのスタジオにお越しいただきました。ありがとうございます。もう声を聞いて、あれ宮城さんもしかしてと思われている方いらっしゃると思うんですけども、はい、イヤサスアモーラナの CM を聞いていただいた方はもうご存知です。あの声の宮城さんに本日は生出演していただいております。はい、改めましてよろしくお願いします。もういよいよですね、11月22日にイヤサスアモーラナが行われるということですけれども、はい、改めまして内容の方など場所などご紹介いただけますでしょうか。はい、これはうるま市合併10周年記念事業をですね、はい、第5回の群舞の祭典、うん、イヤサスアモーラナ in うるまということで、はい、今回22日ですね、もう来る日曜日なんですけれども、はい、もう目の前、多目的ドーム、うん、石川多目的ドームですね、はい、そこで行うんですね、はい、初めてのケースです。うん、今までは体育館とか、それから最初に行ったのが2011年の世界の避難所大会の関連事業でね、うん、はい、コンベンションセンター展示棟で行いましたね。でそれから石川の方に移動しまして、石川の体育館、はい、で、それから市民会館等を使いました。はい、で今回初めて、でも目的、最初の目的がどうしてもこのドームを使いたいという希望がありました。これは琉球新報社が主催共催をしておりまして、はい、その希望があったので、今回10周年でもあるしということでですね、そこに今回移動しようと。はいはい、そうなんですね。うん、確か昨日だったと思うんですけども、琉球新報の方に記事も掲載されておりましたね。いやささもらなということで、はい、華やかにカラーで載っておりましたけれども、はいはいはい、素敵ですよ ね、 そうですね。このいやささもらなっていう言葉は聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、うん、じゃあどういったことしてるのかなって思っている方にですね、内容を少しご紹介いただけますでしょうか。はい、まず最初に午前10時から始まりますので、はい、うん、開会式の、開会式をそう終了するとすぐ全員でまた一回踊ろうかというような感じ、優しさでもというような感じで踊りますけども、はい、それから子どもたちの出番がありますよと。はい、で今回ですね、麦の子保育園ですね、はい、これ石川なんですけれども、はい、それから育成保育園のわらびの家、はい、の皆さん、これも60名近く増えてるんですよ。すごいですね。ドームいっぱいですよ、はい、それから白前小学校が出ていただきますね、はい、小学校、はい、それから、石川唯一の美細太鼓が出演をいたします。はい、昼食時間になりますけれども、うん、朝日区の青年会とそれから、中学生も一緒になって、はいはい、エイサーをしていただこうと、ということですね。これは午前の部ですね。はい、で午後からですね、はい、審査対象なんですよ。これ何ですか？ちょっと気になりますけれども、はい、これは審査員がいまして、はい、で優劣をつけていくんですね。はい、そうすると、最初に、優勝したら優位大賞、大賞、はいはい、準優勝が、優位ゴールド賞、ゴールド賞、はい、3位が唯一チュラサ賞、唯一チュラサ賞で審査員賞、はい、そして5つの奨励賞があるんですね。はい、そういうことでこれを競い合うということになります。それを、審査員で審査をする中で、はい、やっぱり
会場の皆さんの応援も必要でしょうし、いろいろあると思いますね。じゃあ会場の拍手が大きい方がもしかしたら点数が高い可能性もあるということですね。ませんね、そこらも大事、これ参加される団体の皆さんっていうのはどういったところが参加されるんですか？そうですね、これ呼びかけはもうあの全県下に呼びかけしている各団体と、はいはい、このにあのこの UVO に対して、うん、まあ興味のある団体、はい、出て もらいたい団体ですね。要するにあの4分間の中で自由曲なんですよ、はい、で自分たちで振り付けした踊りを出てくださいと、それが元気発信ですから、はい、あの優しさになるような感じの踊りをしてもらいたいと。曲も自由で、うん、踊りも自分たちで自由につけていい、はいはい、で4分間っていうところ であのパフォーマンスをしてもらうっていうことなんですね。そうなんですね、ちなみに皆さんは出演される皆さんですよね、はい、はい、ちなみに同じチームなんですか、それとも別々の団体で？こちらみんな同じチームです。同じチームで、はい、お名前は何チームで出られるんですか？沖縄ユーブヨ三段下と言います。じゃああれですね、はい、鳥の団体ですね。そうですね、はい、ね、それに向けて今、うん、頑張ってます。楽しみでもありますね、その日が待ち遠しいです。佐志野さんはちなみに何回出場したことありますか？この優しさもらな最初からですよね。はい、そうですね、すごい、はい、どうですか、あの大会参加してみて、はい、あの普段は練習でされてることを人がいる前でやるっていうのってまたちょっと違うと思うんですけども、はい、ね、いかがですか？そうですね、あのやっぱり緊張感はありますけれども、でもまたこの緊張感がですね大変あの自分たちにとってはですね、あの踊る場を提供させていただいたということで、みんなまたそれなりにあのお稽古にもですね、大変あの頑張るんですよ。そうですね、普段はね、あのやっぱり稽古だけっていうことなんですが、またそれはその日に向けてですね、あのチームワークも大変よくですね、あのとてもいい、あの楽しくできる感じがしますね。踊りは皆さんあの覚えられるような踊りなんですか？なんか難しいとかありますか？いや、あの難しいというのは日頃からあの宮城先生のご指導で、はい、あの頑張っていますけれども、やはりこういう大会に向けてはですね、もう全部があのなんていうんですかね、もう優勝するんだという気持ちでですね、なるほど、はい、一生懸命取り組んでいます。じゃああとは大会当日のその拍手の大きさだったり、はいはい、その踊りの華やかさだったり、はい、また和気あいあいとしたもう笑顔がいっぱいのチームがもしかしたら優勝するかもしれませんね。そうですね、やはりそれが一番だと思います。元気よく踊りってそれあの楽しくですね、頑張っているというところがもう優勝するんじゃないですかね。これちなみに団体は女性だけとか決まってるんですか？決まらないです。男性も入ってきます。はい、これいいですね。結構あの男性で趣味のない方って多いじゃないですか。女性は多いですよね、あの庭がお庭で作るのが好きな方とか、あのいろいろとお稽古事されてる方って女性は多いんですけども、男性って結構お仕事終わられて、あのじゃあ趣味何かなってこれから探すっていう方多いと思うんですけれども、ぜひ一緒にね踊ってもらって元気もらったらいいですね。そうですね、うん、それが目的ですから、ね、まあ、あの今沖縄県自体が1キロ減らそうという、ね、県民運動もしてますから、はい、私たちのこの踊ることにより動きがありますから、やっぱり1キロ以上減りますから ね、 そうですね、これはまた大事ですよね。そうですね、うん、健康にもなって笑うから笑顔があるということで、もうプラス思考、もういいことだらけですよね。またいろんな人と会うことであの交流が生まれるので、いろんな方とおしゃべりしたりっていうのもね、はい、明日への活力になると思いますけれども、はい、今は大会に向けて皆さん頑張ってる、はい、そうですところなんですね、はい、ちなみにこういうところが自分は本当は苦手だったんだけど、この踊りを通してできるようになったよっていうところがあればご紹介いただきたいなと思うんですけども、いかがですか？じゃあ矢さん何か。私は、うん、踊りが大好きで、はいはい、あのおばあちゃんの介護しながら、はい、宮城先生に踊りを教えてもらって、はい、ストレス解消と、うん、また自分の健康のために一生懸命稽古してます。いいですね、はい、いつも世話になってます。そう、女性のストレス解消は大切です、はい、食べることよりも踊ることでストレス発散できたらいいですよね、はい、健康的でね。そうですね、うん、はい、また長浜さんはいかがですか、この踊りを通して。私もこっちに来たストレス
解消のためのつもりでしたけど、はいはい、うん、でもあのやっぱり友達ができて、うん、この踊りの稽古終わって帰ってその後のあの喫茶店とか入って、うん、そのこれがなんか最近は目的となって、もう日曜日が来るのが待ち遠しくて、うん、もうワクワクしてみんなに会えるかなと思ったら、うん、そういうあれです、いいですね、はい、なかなかですね、あのお友達って、社会人とかあのある程度の年数を経てくるとだんだん少なくなってくるじゃないですか、まあ、親戚とかの付き合いはあるけれどもお友達の交流ってなかなかね減ってくるんですけども、こういったあの踊りを通してのお友達とか毎週会うからいいですよね、うん、はい、とても楽しい、はい、また石川さんは何かこの踊りを通して良かったなと思うところとかありますか？そうですね、私、うん、沖縄に帰ってきても11年目なんですよ、はい、うん、それでその帰ってきた2週間から踊り始めたんです。もう踊りが大好きなんです、それで清志先生の流行ったのがまあ10年目で今年で11年に入ります、もう最初は健康のためにやったんですけど、はい、今は趣味でやってる、うん、健康プラス趣味、はい、もういいこと尽くしですね、うん、一石二鳥だからだ、皆さんあのお顔が生き生きしててなんかニコニコしてていいなってずっと思っているんですけれども、うん、あの普段はお稽古は練習はいつされてるんですか？ですね、私たち三段下はですね、はい、あの毎週水曜日、うん、あの2時から4時までですね、はい、あの石川地区公民館であの行っています。はい、現在の会員数がですね、はい、約40名ほどいますけれども、はい、皆さんまたあの年齢層も幅広くてですね、はい、みんなで和気あいあいと楽しく踊ってます。はい、下はいくつぐらいから上はいくつぐらいまで？そうですね、40代からもう80代までですね。すごい、すごく幅広いです、いですね、はい、しかも皆さんお元気ですね。はい、もうすごく元気ですね。やっぱりこの民謡をするということはですね、やっぱり健康にも良くてですね、皆さん年齢いってもですねやめないんですよ。やっぱりこれが毎日のなんて言うんですか、日課になってるんですかね、はい、それでなかなかねもうやめる人はいないですね、ずっと続けます ね、 いいですね。私なんかでももう35年、もう踊ってから35年ほどになりますけれども、すごいですね。楽しいですよ、やっぱりこれが健康の秘訣だと思いますもうこれからもずっと続けていこうと思ってます。素晴らしい。これ踊り覚えるので頭使うでしょ、はい、ね、皆さんの踊りのその順番というか、はい、そういったものでも頭使うでしょ、はいはい、これう、ね、もういいですね、はい、そうですよ、もう本当に頭の体操にもなりますし、はい、やはり踊ってる方はですね、皆さん見ていますとね、年取らないんですよ。みんな若く見えますね、元気で姿勢もいいですし。そうですよね、はい、もうやっぱり私は大変一番いいんじゃないかなと思うんですが踊ることがそうですね、はい、本当に皆さんに勧めてぜひですね入っていただきたいなというふうに思いますけれども。そうですね、ぜひまたねこの放送をお聞きの皆さんでしたら、はい、ぜひいらしてください、ね、水曜日2時から行ってますので、はい、お待ちしております。毎週水曜日午後2時から4時まで、4時までですね、石川地区公民館の方で行っているそうです、はいはい、まだまだメンバー募集しているということですので、ぜひぜひ皆さんちょっと興味のある方または見てみたいなと思われる方もですね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。また宮城さん先生ということでいろいろと踊りの振り付けもされてますし、その踊りの指導などもされておりますけれども、皆さんと交流されていかがですか？そうね、やっぱりこう指導しているとこの相手の顔を見ると分かりますよね、はい、あ、うん、楽しいんだなとかね、今日のこの踊りはだいぶ気に入ってるんだなとかね、それが分かりますね。そうなんですね。そうそうそう、ですから私自身でもこの振り付けをして、うん、だいたい50曲ぐらいも振り付けされてますけれども、すごい、その中で今日はこの踊りを取り入れようとかね、うん、いろいろ工夫をしながらやってますね、はい、うん、新しいまた歌に振り付けると、はい、また皆さんその燃えてくるんですよ、うん、いやこれを踊ってみたいそこのあたりがやっぱりこの UV のいいところじゃないですかね。なるほど、うん、
皆さんから例えばこの曲で踊りたいとかっていう要望が来たりとかもするんですか？ありますよ、はい、あります。その曲を聴いてじゃイメージをされてこういう振り付けがいいんじゃないかということで、私の場合は特にあの玉木貞子先生 の、はい、あの音曲がありまして、はい、そこを中心に今やってますけども、うん、でも別の先生方がこう、ね、あの民謡とか、うん、あのホップス、ポップスとかですね、はい、こういった歌い手さんが依頼もあるんですよ、これ振り付けしてくれんかとかですね、はい、まあ、こういったのを振り付けたり、またあの各市町村 の、はい、あの温度あたりもあちこちで今振り付けしておりまして、はい、だいぶ出だしてますね、うん、すごいですね。楽しいですよ、うん、でもそれだけ要望があるってことは踊りたい方がいっぱいいらっしゃるってことですね。そうですね。そういうことになりますね。でも本当はあの、うん、沖縄って芸持ちの方が多くて、歌う方もいらっしゃれば踊る方もいらっしゃって、本当にね芸のあのなんていうんですか、島、うんうん、だなというふうに思いますけれども、第5回を迎えましたイヤサッサモーラナ、いろんな地区から出場される方がいらっしゃるというふうに伺いましたが、はいはい、どのような地区から参加されるんでしょうか？うん、そうですね、うん、あの去年は中国から来ましたからね、中国から ね、うん、そうですよね、私もびっくりしました。で、はい、であの今年本当はハワイからお願いしたかったんですが、はい、ハワイの支部を結成しようということで今回、うん、あの9月にハワイ行きましたのでね、はい、支部結成まではもうこぎつけました、うん、ですから来年が第6回の世界のうちなんじゅ大会ですから、10月に、はい、これに向けて参加してこようと、うん、いうことですからね、もう海外にも飛躍していますので、はい、で本土はやっぱ岡山あたりから参加してます。これは岡山は、あの玉木貞子先生今岡山で音楽活動してますからね。なるほど。そこの皆さんがまた唯舞踊の組織も作っているんですよ。そこからも参加をしてくるということでね、なんかお互いにあの影響し合っていい影響がねできそうですね、うん、そうですね、これはもう本当にいいことだと思いますね、はい、昨年その中国の団体も私も見させていただいたんですけれども、はいはい、衣装も華やかで、はい、踊りもねすごくて、また人数もたくさんいらっしゃっていただきましたよね、はい、でもそういったね、あの各地によって踊りが違ったり、その振り付けが違ったりっていうのがね、また面白いなっていうふうに思うんですけれども、そうです ね、まあ、自由ですから ね、振り付けもね、ですからそこらあたりも構成も自由で、はい、とってもいいと思うんですね。今回皆さんはどのような衣装を着られるんですか？言える範囲で教えていただける、うん、楽しみよね。そうですね、ですよね、見ての楽しみ、見ての楽しみ、ぜひいらしてください。今回のこの3段階の皆さんはあのもう最後の方ですね、鳥なんですけど、はい、大鳥になりますけどもね、でもパーランクを使った踊り、そうなんですか、なんか手踊りみたいなイメージがありますけども、手踊りもできますけども、うん、パーランクに今度は、楽しみですね、はい、そうですね、それが今回30名ぐらいで踊りますから、はい、どうもいっぱいになりますね、そうなんですね、これ見に行かれる方もですね、本当に一つ一つ踊りが違うので、はい、本当に面白いと思うんですけれども、先ほどご紹介がありました午前10時に開会式が行われて、だいたいこの参加団体が演舞が終わるのが3時過ぎぐらい、そうですね、はいはい、で、はい、その後にゲスト出演もゲストがあります、玉木貞子先生に歌ってもらって、はい、その後でまた皆さんね全員で踊ろうっていう形になりますね。それこれは見てる方も踊っていいんですか？そうです、全員です。もう引っ張り込むんです。いいですね、これでも踊りたくなりますよ、自然に。もうね、音聞いてるとね、うちなんちだったらねっていう感じでも体が動き出すと思うんですけれども、大事ですね、はい、皆さん参加しての踊りもあるということですので、ぜひもう自由に踊っていただいてね、はい、はい、楽しみですよ、うん、ちょうどこの3段階の皆さんは役員の皆さんです、全員。そうなんですね、はい、はい、まあ一応4名が役員ですから、今回役員でね、ウルムのあのスタジオを訪れようということで、ありがとうございます。今日練習日じゃないですか？そうです、ですよ。これからですね。ありがとうございます、はい、練習前に、はい、でまた表彰式の方がですね、11月22日日曜日の、ま、4時前ぐらいに表彰式行われるということですの です、はい、ぜひぜひお時間作って午前10時から、ま、4時ぐらい、5時6時、ま、4時5時かなぐらいまで、4時ちょっとには終了したいなと思っておりますね、うん、はい、ぜひぜひお時間作ってお越しいただければなと思います、はい、入場関係ですね、うん、この一般入場は当日会場でもね、はい、入場券を販売しております。500円ですね、1人、はい、
中学生以上がそうなんですけども、うん、あの自由に、入れて楽しんでいただきたいなと思っております、はい、そうですね。また詳しいお問い合わせ先は、はい、はい、お電話番号お願いします。私の方で結構だと思う、はい、090-7982-5630、はい、宮城です。はい、繰り返します。090-7982-5630、はい、はい、宮城さんの方までお問い合わせください。当日中学生以上は500円で、はいはい、入場できますので、ぜひぜひ応援に来ていただいて、最後は一緒に踊って盛り上がっていただきたいと思います。そうですね、まあ、あの応援合戦もとてもね楽しみなんですよ、うん、そうですね、はい、あるところは何か旗頭持ってくるぞなんていうところもありますけど、ね、そんなパフォーマンスも、はい、本当にあのびっくりするようなことがあるかもしれません。ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。はい、会場はうるま市石川にあります石川多目的ドームの方で、お時間は午前10時から午後5時頃までということです。はい、入場料は中学生以上が500円となっておりますので、ぜひ皆さんお越しください。詳しいお問い合わせは実行委員会の、ね、宮城さんの方までお問い合わせください。電話番号は090-7982-5630、090-7982-5630、宮城さんまでお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは最後にですね、ラジオを聞いている皆さんに一言ずついただきたいんですけれども、まずは長浜さんからいただいてよろしいですか。はい、あの一緒に見ていただいて、それで一緒にこうあのなんていうか盛り上げて、うん、一緒に踊って、これであの閉会したいと思います。うん、本当一緒に盛り上がってほしいですね。はいはい、みんな引き、あの引き込みたいですなんかパワフルに引っ張っていきそうな感じがしますありがとうございます。続いて指田さんお願いします。はい、ですね、皆さんのどのサークルもですね、自分たちがもう優勝するんだということで、うん、皆さん頑張ってますので、はい、ぜひあの皆さんのご応援ですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いて石川さんお願いします。はい、三段階に入って10年になるんですけど、未だに優勝したことがないんです。そうですね、だから今年はもう絶対優勝しましたです。もうメラメラと思っております、はい、皆さんの応援よろしくお願いします。はい、続いて伊波さんお願いします。はい、あの伊波さんモーラナとても楽しくていい踊りなんですね。子供おばあちゃんも一緒にみんなでその日浅さんモーラノを盛り上げて、その大会を終了できたら幸せです。皆さんぜひ一緒に日浅さんモーラノを踊りましょう。はい、ありがとうございます、はい、それでは最後に宮城さんお願いいたします。はい、なんと言いましても来ないとね、わからないわけですから、うん、まずはドームに来ていただくというのが第一条件ですね、うん、はい、そして体験をする、うん、体験をした暁にはやっぱり自分も踊ってみると。そうですね、地域に戻ってもやっぱり沖縄遊具を踊ろうよと、うん、気持ちでね頑張ればあの健康づくり若くもなりますよということなんですね、うん、まあ、それが一番の自分たちの目的ですね、はい、あの元気発信ですから、うん、はい、そうですね、うん、まずは目で見ていただいて、今度体で感じていただいて、一緒に楽しみたいと思いますので、ぜひ11月22日日曜日はイヤサッサモーラナ第5回でございます。皆さん足を運びください。会場はうるま市石川多目的ドームで行います。ぜひ皆さんお越しくださいね、はい、どうぞ来てください。はい、お願いしますね。よろしくお願いします。本日はスタジオにですね、ゆい舞踊三段下の皆さん、そして実行委員の宮城さんにお越しいただいております。ありがとうございます。最後にですね、あのこの曲ちょっとお届けしたいなと思うんですが、これ言っても大丈夫ですか。はい、この曲踊りますよって紹介して大丈夫ですか。はい、ゆい舞踊三段下の皆さんがこの曲を踊ります。和下内縄をお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは宮城貞子先生のナンバーから和下内縄お届けいたします。